はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第64回でございます。で、今回のテーマは年末に向けてお願い、そして報告 ETC エトセトラですね。まあいろいろ話すと。で、そこにも書いてあるんだけど、ウィズミナチョ先輩ということで、今ミナ先輩抱っこしながら喋らせていただいております。で、ですね、本当はその今見てる画面をね、もうちょっといろいろ飾りたかったんです。色使ったりとかしたかったんですけど、ミナ先輩が泣きじゃくりまして、ちょっとすごいね、こう簡素な感じになってるんですけど、お許しください。あと、左から電気当ててるんですけど影ができててごめんね。ちょっと一応いろいろ見にくいんですけど、ごめんな、お許してください。でね、ちょっとなんでバタバタかっていうと、いろいろちょっと時間がなくてですね、かなりこう隙間を縫って今回撮影となってしまって、慌ただしい感じで申し訳ないんですけど、テーマにある通り、年末に向けていろいろちょっとお願いと報告やらいろいろあります。ちょっとイベント告知みたいなのもあるんですけど、イベントでもないか、プチイベントみたいな感じでね。で、まず、そこに書いてある3つを今回話すんですけど、撮影スケジュールについて、これはお詫びとご理解をいただきたいというところでね、ちょっとお話しようと思うんですが、先日、公民の方が終わりまして、撮影もアップも全部終わって、で、これからチリの方をまず重点的に終わそうと思っております。で、以前ツイキャスの方では話したんですけど、年始、年が明けてから国語の中学校ね、中学校国語の文法をちょっと始めたいなと思っております。ただしこれは計画であって実行できるかどうかまだ未定なんですが、それの準備、そして、今年末年始とこの12月1月はですね、今やってる東京での仕事がちょっと仕事量がかなり増えてしまうので、今はね、動画のアップを1日1個は最低やっているんですけど、少し遅くなると思います。3日で2個ぐらいのペースにね、2日で1個にはならないようにしようと思ってるんですけど、毎日のアップが少々厳しくなるかもしれません。なので、以前よりもちょっとね、ペースが遅くなるなと、ね、思わせてしまうと思うんですが、ご理解いただければと思います。4月まではちょっとね、この感じで駆け抜けなきゃいけなくなると思うんですけど、まあ、できる限りは動画アップしていくようにするので、ご理解の方よろしくお願いいたします。で、2つ目、受験対策動画ですね。で、去年、この時期には撮ってたかな、もう受験対策動画ということで、まあ、受験問題とかで出てくる少々難しい問題ですね。普段俺が撮ってる動画っていうのは、基本的な事項をすごい重点的に教科書に載ってることをやっていくっていうのをテーマでやっているので、基本問題を、ね、重点的にやっています。たまにね、難しいのも入れるんですけど。で、まあ、受験対策問題、動画っていうことで、難しい問題を去年取り上げてちょこっと撮ったんですね。で、今年もそれは継続でやらないんですかっていう声を、まあ、すごくいただいていて、当初は今年はやらないつもりだったんです。申し訳ないんですけど、ですが、まあ、いろんな方からね、こうお声をいただくので、これはですね、ちょっと皆さんに協力をちょっとお願いしたいと思っていることがございます。で、何かというと、受験対策動画で取り扱う問題っていうのは、いろんなところに載ってる、まあ、参考書でもどっかの過去問とかでもそうなんですけど、どっかに載ってる問題の数字を変えたりしてやることが多いんですね、自分の場合は。だから自分で結局問題を作んなきゃいけないんですよ。で、良問って言っていい問題を見つけるっていうのはなかなか骨が折れる作業で、で、今年はですね、ちょっとそこに時間が割けないので取れないかなと思ってちょっと諦めていたんですね。ですが、まあ、みんなね、皆さんからこうお声をいただくので、できれば取りたいなと今思ってるんです。ただし、やっぱりさっき話した通り、時間がちょっと今年は厳しくてですね、その問題を探すっていう時間がちょっと取れなそう。で、そこで皆さんに協力をね、お願いしたいんですが、皆さんが、まあ、受験生じゃなくても構わないです、これは。特に中1、中2、もちろん高校生でも構わない。ただし、高校生の場合は、中学校、高校受験の範囲でしてください。受験対策動画は、大学受験の動画は撮りませんので、まだ。いずれ撮るかもしれないんですけど、まだ撮りませんので、高校受験、つまり中学校の範囲ですね。その範囲で、この問題、うちの地域でよく出るんで、やったらどうですかとか、こういう問題やったらいいと思いますよ、みたいなのがあった場合、その問題、そして答え、解説。絶対この3点セットにしてください。問題、答え、解説です。その3点を写メで撮って、で、いつも送っていただくメールアドレスですね、この動画の概要欄にも載ってますし、ブログの方の飛んでいただければブログの方にも載ってますので、そちらのメールアドレス、ヤフーアドレスですね、そっちの方に送ってもらえたらと思います。もちろん、ツイッターの方で送っていただいても構いません。
で、そこから、あ、この問題いいかもって思う問題があった場合、それをちょっといじって、いじれればね、いじれない場合ちょっとそのまま使うかもしれないんですが、いじって、で、受験対策動画ということで撮っていこうと思っております。なので、確実に継続するとは言えません。もしかしたら1本も取らずに今シーズンは終わってしまうかもしれないんですけども、そんな形で思ってますので、もしね、この問題いいよとか、ちょっと力を貸していただけるようであれば、送ってもらえたらと思います。ごめんね、本当にみんなのちょっとなんか、手助けをね、してもらう感じになっちゃうんですけど、ちょっと一人でできないことが多くなってしまったので、お力の方貸してもらえたらと思います。ただし、ちょっとこれ間違っちゃいけないのは、それを送ったら絶対解説をしてくれるっていうわけではありません。採用しようと思っても準備するのに1、2週間はかかるので、すぐにはレスポンスは送れません。なので、解説は期待しないでください。いいかな？そこだけちょっとね、勘違いしないでお願いします。で、3つ目、最後、年賀状です。で、3万人記念イベント、先日ね、11月22日に、実際に会いに行く、キャキャキャ、会いに行く企画をやらせていただいて、で、手紙を送る企画も、これで合計4人の方に手紙を送らせていただきました。で、ちょっと少なくなっちゃったんですが、その4人で、一応それで終了ということにします。はい、一応もう送り終わってるので、で、今回年賀状のシーズンになりましたよね。ちょっと急なんですけど、年賀状をもし希望する方がいらっしゃれば、これもね、ちょっと時間の関係でいっぱい送れないんで、2名まで、はい、2名の方に年賀状を送らせていただこうと思います。ただしですね、この年賀状は手書きです。俺、年賀状必ず手書きで送ると決めているので、プライベートの子にもね、送っているので、手書きで送らせてもらいますが、別に、わ、すっげえみたいな、そういうもんではないよ。普通だよ。普通に、あけましておめでとうございますって手書きで書いて、ちょちょって書いてるだけなんですけど、あ、年賀状欲しいと思ってくださる方がいらっしゃれば、これはツイキャスはやめてください。すみません、ごめん、ツイッターはやめてください。必ずヤフーアドレスの方に、年賀状に書く事項だから、住所、郵便番号、名前ですね。あと、年賀状欲しいなみたいな感じのところ、一言、ちょっとこう俺が見た時に、あ、この子に送ってあげたいと思うような一言を添えてメールを送ってもらえたらと思います。ちょっとたった2名なんでね、なかなかあれかもしれないですけど、とか言いながら希望一人もね、来ないかもしれないですが、年賀状送らせてもらおうと思いますので、もしね、希望される方は送ってください。よろしく。いったった 今ですね、ビデオの、三脚を俺の足の上にミナトが落とすと言って 2名の方に送らせてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。で、ごめんね。これアップしてるのが14日だと思うんですけど、申し訳ないんですが、締め切り17日、水曜日になります。そこから書き始めないと多分1日に届かないと思うので、17日水曜日を締め切りとさせていただきますので、その辺もよろしくお願いいたします。という感じで、ちょっとみなちょ先輩が抱っこしてるってちょっと駆け抜けて話しちゃったんですが、今回はですね、年末に向けてのお願い、そして報告ということで、まあ、撮影スケジュールがちょっと遅くなるというのと、年始に国語の文法を始めるかもしれない。以上で参考書は買っても準備はしてるんですけど、これから勉強です。はい、勉強がっつりしないと動画撮れないんで、頑張りますので。で、受験対策動画については、皆さんからこの問題がいいなと思う、取り上げたらいいと思いますよ、よく出ますよってやつを、問題、答え、解説、この3点がなければ絶対採用しません。いいね、問題、答え、解説です。で、その3点を、メールとか、ツイッターの方で画像をね、送っていただければ、もしかしたら採用するかもしれませんので、よろしくお願いします。そして最後、年賀状をね、最大2名の方に送らせてもらおうと思いますので、もしよかったらね、そっちもヤフーアドレスの方に送ってください。よろしくお願いします。みなちゃん、いい子だったね。おとなしかったね。そう、抱っこしてるんですよ、今。みなちゃん、なんか喋る？みなちゃん、ガオーって。ちっちゃ声 といった感じで、今回、皆先輩と一緒にお送りさせてもらいました。では、締めましょう。今回はね、ハイチのダラダラジオ第64回、年末に向けてお願い、報告、エトセトラというテーマで送らせて、ちょっとお送りさせていただきました。今回もね、聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回第65回は何だろうな、と言っても、あと今年も、何回？あと1、そう、2回か。2回ですね。もうあと今年度2回だけなので、まあちょっとね、なんか最後はね、なんか思いついたら、なんか違うの話そうかなと思いますけど、まあ次回も何撮るかわからないですが、もしよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。
ありがとうございました。